そうですね、もう本当遡ると幼少期まで記憶あるんですけど、父親はすごく車好きな人で、父親はもう昔から BMW が好きで、僕の最初の記憶では2002のオレンジの BMW に乗ってよくドライブに連れてってもらった、それが小学校の頃だったかな。なんか結構父親と遊ぶのはもう車を使ってドライブに行くとか、どっか旅行に行くとか、なんかそういうことが多かったのがやっぱきっかけだとは思います。学生時代からじゃあもう車のことが大好きで。そうですね、たまたま、まあ、父の兄、おじいが、まあ、なんていうんですか、四駆ショップっていうんですかね、まあ、今の私の仕事の近いショップを地元で経営してまして、そのおじに連れられて、まあ、ジープでいろんな山に行ったりとか、海に行ったり湖に行ったり、そういったことをしてたので、大学に入ってからなかなか、まあ当時東京だったんで車持つの難しいかなと思ったんですけど、でもどうしてもやっぱり欲しいと思って、二十歳になったぐらいですかね、おじにお願いをして三菱のオープントップのジープ、あれを最初に買いました。はい、そこから僕のまあ車人生始まったかなっていう感じですね。そうですね、さっきお話したおじいに連れられて、当時 まだ小学生か中学生だったんですけど、本当によく彼のお店のツーリング、お客さんと一緒に行くツーリングとかイベントに連れてってもらってたんですね。で、僕本当に鮮烈にこう覚えているのが、多分新車だったと思うんですけど、当時1980年前後だったと思うんですけど、 CJ7 っていうジープの AMC、 当時 AMC なんですけど、 CJ7 っていうジープのオープントップがありまして、ある若い男性がそれに乗っていて、僕を現地まで乗せてってくれるっていうチャンスがあったんですね。そこで助手席に乗せてもらって、フルオープンのジープで高速道路を走って琵琶湖まで行ったんですけど、その時にもうイーグルスがかかってて、ジープでオープンで湖まで行くっていうこのシチュエーションがもうすごい子供ながらに最高だったっていう記憶があって、もう買うんだったらやっぱジープだなって、その時多分確信したんだと思います、記憶としては。そうですね、まあ我々の世代から上の方っていうのは、多分雑誌だったり映画だったり、そういったものからこういろんなカルチャーっていうのを吸収していった年だと思うんですけど、私もそういった道をたどってきた一人でして、子供の頃やっぱり何を見て楽しんだかっていうと、やっぱ映画だったんですね。で、映画の世界って、まあ当時その邦画よりもやっぱ洋画、特に僕の場合は中学生の時にちょうどトム・クルーズのトップガンが公開されたりとか、ああいうものを見て本当にこうアメリカ人の男の人のかっこよさ、ウェスタンブーツにデニムに革ジャンでバイク、車で西海岸のあの景色、なんかもうその全てがこうアメリカってもう全部が憧れだったんですね。そこからどん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 自分でもファッション、まあ雑誌を見たり映画を見たりっていうことも当然ですけど、そこからいろんなものを買いたい、例えばまあ本当コカ・コーラの缶一つ取ってみてもアメリカの本物が欲しいとか、いろんなこう欲求が出てきて、そうこうしてるうちにやっぱり中学生ぐらいの時は古着にはまり、まあ僕地元岐阜なんですけど、名古屋の古着屋さんを回ったりとかしながら、どんどんどんそのファッションにも傾倒していって、でもまあその全てはやっぱりアメリカの憧れた強い男のイメージだったと思いますね。そうですね、まあ今この後ろにある車が私のワゴニアなんですけど、このワゴニアの出会いっていうのはアメリカであったんですね。私が今のこのビジネスを始めるときに、初めてアメリカに渡って現地のそのバイヤーさん、これからビジネスを一緒にやっていこうっていう方と待ち合わせをしたんですよ。オレンジカウンティっていう、まあカリフォルニアのちょっと南の町なんですけど、
そこで私はあるショッピングモールの駐車場で待ち合わせをしていたら、夕暮れ時に彼がこの車に乗って現れたんですね。僕は何に乗ってくるかわからなかったんですけど、初めて来る車を見て、あ、ワゴニアだ、あ、古いワゴニアだと思って、夕暮れのそのオレンジカウンティの山並みをバックにこの車がこう現れた時に、あ、僕はもうこのヴィンテージのワゴニア、この古いワゴニアを日本で広めたいっていうふうにこう感じた瞬間だったんですね。でその後彼とその車に乗って郊外の、またそこから1時間ぐらい走ったレストランまで行ったんですけど、まあその時のなんか本当にあの景色と音と振動と、なんかそこ全てがあそこからこう始まったなっていう二十数年前の出来事です。それが多分一番今印象に残っています。ワゴニアって車はジープのブランドが作った初めての高級車だったんですね。ジープっていうブランドは今まで軍用車であったりとか実用車っていうのを作ってきたメーカーだったんですけど、まあ戦争が終わり、もっとこう民間に愛される車を作りたいっていうコンセプトでこの車が生まれたんです。で僕らは今日本でこの車を楽しむにあたってお客さんにもお伝えしてるんですけど、なんかこう四駆っていうあのくくりで見てるわけではなくて、まあいろんな、まあ、荷物も積める、人も積める、で何よりもデザインもかっこよくて、でおしゃれである、まあ、こういう車を使って街で楽しむこともそうですし、そこからあのエクスカージョンで田舎町まで走っていって、そこでいろんなアクティビティ、スポーツだったりゴルフだったり、まあ時にはね、あの観光でもいいとは思うんですけど、いろんなことをこうするためのパートナーとしてこの車を使っていただけたら嬉しいなと思っていて、なので本当にあの僕にとってはこの車すごく清掃というか、ちょっとこう襟を正すような感覚で乗ることが多いので、まあちょっと今日はあの美味しい食事をしに行こうってなると、やっぱりこの車で行きたいな、はい、今日はなんかこうデートであの郊外のねレストランまで行こうって時はやっぱり絶対この車を選びますし、まあ一方であのじゃあみんなでキャンプに行こうよとか、まあさすがにちょっとあの雪道は嫌なのでスノーボードはこの車では行かないんですけど、ただやっぱりキャンプだったりあの他のスポーツだったりする時にもやっぱりこの車で行きたいなっていう、だからヴィンテージカーなんですけど、やっぱりちゃんと乗りながらこう維持してあげることが大切だと思ってますし、自分がそれをこう使うっていうシーンがより潤いのあるもの、美しいものになるっていうその瞬間が欲しくてこういった車があると思うので、お客様にもやっぱり置いとくだけじゃなくて、ただ乗り倒すだけじゃなくて、その全体のこう楽しみとして、まあ生活にこう潤い、彩りを与えてもらう存在かなっていうふうには思いますね。そうですね、車って私にとっては、まあ、もちろん道具である側面もあるんですけども、やっぱりファッションの一つなんですね。自己表現の一つで、やっぱり自分のライフスタイルがあって、その一つに大きなファクターとして車っていうのが存在しているので、あのオートモビルカウンシルさん の今までのショーも 見させていただいて、すごくやっぱり車たくさんいい車があって、まあ、欲しいなと思う車も私もたくさんあるんですけど、まあ、そこに来られている方、あとはまあ実際にもうすでにオーナーで乗っていらっしゃる方たちにも、ファッションだったりそのカルチャーだったり、そういうものを一緒に加味して車を楽しんでいただけたらいいなっていうふうには個人的には思っていて、今回まあ初めてあの出展させていただくにあたって、僕たちはこういう思いでこの車を楽しんでますよっていうことが一つ表現できて、で見ていただける方が、あ、こんなかっこいい車でこんなことをしてみたいなっていう、その車を持ってたことによる先の未来を感じていただけたら
すごくいいなというふうには感じています。趣味もまあ年齢とともにいろいろ変化はしてきてるんですけども、一番長く続けている趣味がオートバイのオフロードでトライアルっていう競技があるんですけども、それをもう今17年やってまして、で一応ライセンスを持って国際 B 級っていうクラスで全日本選手権っていうのをこう回ってるんですね。でまあ本当に趣味としてなんですけども、そこにやっぱり車ってのをどうまあどうっていうか、まあ車も合わせていろんな形で楽しんでいきたいというのもあるので、今はそのキャンピングカー、大きいモーターホームにバイクを積んで、それで全国のレースを転戦しながら旅を楽しむっていう、そういう生活を年間通じて送ってます。これもね、結構いろんなジャンルを聞くので、ただやっぱり一番好きなのはそのサザンロックだったりとか、僕1972年生まれなんですけど、その当時の音楽は結構好きでして、72年っていうと本当にまあそのイーグルスがデビューしてすぐだったりとか、まあ60年代から70年代前半ぐらいまでのやっぱりロック、ウエストコーストロックが好きですね。あとはジャズも聴きますし、最近のもうヒットチャートも聴きますし、結構音楽は幅広く、はい、好きなもの多いです。必ず聴くような音楽ってありますよね。そうですね。だからこの車は純正の AM ラジオが今でも動くんですね。音がちゃんと出るんですけど、 AM ラジオなんで日本の周波数だとまあ聴けるチャンネルが少ないんですけど、ちょうどこの辺りってAFN ってエアフォースネットワークって米軍の放送が聞けるので、この車に乗るときはもうそのチャンネルずっと聞いてるんですけど、もうこの72年の車で当時のスピーカーと当時のラジオで AFN から流れてくる音楽、もうそれがもう本当に最高に気持ちがいいです。